日本人のノーベル賞受賞者27人ですが中国人はなぜ3人本で少ないんでしょうかミルクさんのご意見を伺ってくださいえっと中国であの活躍してる人って英語で論文書かないんですよねあのその要は中国国内で評価されればそれで十分ですっていうのがその中国国内の共産党の考え方ででその他の例えばそのじゃあアメリカの大学に行ってそこで英語で論文を出しましたっていうのは実その中国国内ではあまり評価されないんですよね なので、あの中国系の人でそのアメ、そのアメリカの大学で中国系の人とかで、まあ、いろんな論文発表してで、多分ローンベル賞を取ってる人もいると思うんですけど、中国国籍のままっていう人だと、英語の論文書いて世界に広めるってあんまりやらないんじゃないかなと思います。